ボー君、こんにちは。ガイです。シャオトーガイです。まあ、こんな感じで始まるんですけども、まあ、通常はね、ガイと呼んでいただければいいのかなと思います。シャオトーっていうのはあくまでもね、まあ、付け足したもんですけども、そこにちょっとこう、裏付けなど、ストーリーなど、まあ、作ってみました。まあ、こういうふうに自分の背景をね、考えていくことができるのも、このエントリーシートの面白いところかなと思います。それからね、ジェントル大会、3万3000。うん。やっぱね、なんていうんですかね、自分が主人公になってみたいとかね、リングの中で、大声で、BGM とともに、登場の入場曲とともにね、うん、なんか呼んでもらいたいっていうのはあるんじゃないですか。まあそういった、いわゆる、自分の人生の中にも、こんな瞬間があったんだ、っていうことを、格闘技の中に、こう、買いに行くっていうんですかね。うん。だから、まさにね、映画の中の主人公になるってことじゃないですか。自分自身にスポットを当てるために、その、コストを払っていくみたいなね。最近はね、バンカラっていうのがあるみたいですよね。このバンドのカラオケっていうんですか。まあ普通、人からとか言って、一人でカラオケ歌いに行く人はいるんですけども、それのバージョンアップしたやつで、生バンドを後ろに控えながら、なんか歌えるというね。自分のお気に入りのロックミュージシャンの曲を歌いながら、バックバンドがね、もう、すごいリアリティで迫ってくると。そしてもう時にはね、まあ、ギターソロガンガンやってる時に、まあ、ボーカルのやつがこうやってね、こう、口パクで踊るみたいな、よくプロのミュージシャンがやってそうなね、アイコンタクトでベーシストとこうやってね、こういうのやってみたりとかするっていう。まあ、そういった、なんか、なりきり系のミュージシャンとかね、なりきり系の、格闘家。これも一つの、スタイルじゃないかなと思いますし、まさにね、リーフファイトクラブっていうのは、そういったニーズを満たせるような、新しい格闘技になるんじゃないかなと。だから、ファッション性も取り込んだ格闘技ですよね。で、基本的には、怪我もさせないし、怪我もしないし、みたいな感じで、精一杯体を動かして、ああ、よかった。俺って格闘家って一面もあったのかもしれないな。もしくはね、私だったら、こう、カンフー映画の主人公になったみたいな感じで、やっていけるかなと。そうそう。でね、これは今構想がいろいろ広がるんですけども、一つやりたいのは、希望者にはね、ショートムービーってやつですよ。3分とか5分で、脚本を作って配役を決めて、で、格闘技を、こう、テーマにしたね、映画をやるんですよ。まあ、例えば、女性の、なんかね、こう、タレントさんを、ギャラを払って借りてきてですね、その女性の、この、タレントさんが、こう、まずは悪い奴らに誘拐される。それで悪い奴らも、そのクラブ生でやるんですよ。で、主人公たる奴が、待て待て待てって出てきてね、ん?なんだこいつ生意気だ!やっちまえ!みたいなね、昔ながらのセリフで、わーっと飛びかかっていくんだけども、なんかその主人公にパッ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 パンってやられて、お嬢さん大丈夫ですか?とか言って、ふふふ、そんなもんでやられたと思ったのかとか言って、出してきたのがこうナイフみたいなね。やっぱ悪党ってピンチになったらこう武器を出してきて、おりゃーってやるんですよね。あれがまあ死亡フラグっていうか、大体武器を出してきたにやりと笑ったらやられるんですよね、そいつはね。で、なんかこう、わーって取りかかっていって、うーって主人公が刺されたような表情するんだけども、なんかこう、ここら辺の筋肉でね、刃物を押さえていて、こんなものを使いやがって、ダーンみたいな。そういう三文芝居で、こう、温かまに終わっていくみたいなね。最後は、そのピーチ姫、ヒロインとね、荒野に消えていくみたいなラストシーンもいいんじゃないかなと。まあそういったちょっとね、こう、クスッと笑えるようなね、なんか夢のあるクラブにしたいですね。かと思っては、まあ、そういったコースもあれば、マススパーリング、マス、ボクシングでね、やっぱこう、優劣を競っていくみたいなところがあったりとか。もちろん、怪我をしちゃいけないので、ぶち当てたりとかしないですし、まあブレイクダウンみたいにね、なんか、荒くれ者を防ぐ意味でもね、やっぱこう、殴り合い、蹴り合いとか倒し合いになると、ちょっとね、意気がったやつも出てくるんですよ。元総長とかってもう、別に悪くはないんですけどもね、そういう人はちょっとお断りでいきたいですよね。そういうところじゃないんでね。なんかこう、本当になりきっていって、ストレス発散して、で、新しい、人生にね、戻っていってほしいなというところですかね。はい。まあ、いろんなね、リングネームから始まって、そういった、マススパーリングの全国大会とかね。それからショートムービー作ってみるとか。
なんか自分のなんかこう登場シーンをちょっとね考えてみるっていうのはいいじゃないですか。マススパーリングの登場シーン、あ、かっこいい登場シーンのコンテストがあってもいいんじゃないですかね。まあそれこそね、かっこいい登場シーンのそのトレーニングもしていくみたいなね、カメラワークとかも必要なんで、もしかしたらこのカメラをちょっとね用意しないといけないかもしれないですね。まあ今はスマホで撮れますからね。で動画編集するスタッフがいたりとか、なかなか面白いんじゃないですか。そういうのも夢が広がりますね。はい。で新しくそのボー君のジムにも練習生さんがいらっしゃったみたいで、そうですね、やっぱり1月っていうのは新しいことを始めてみようかなって多くの人が思う時なんで、そういう時期かもしれないですね。で早めにこれは告知をして、本当に長い期間知らせていかないとなかなか集まるもんではないですからね。でやっぱこう、自分の気持ちの内側にはいつかやらないといけないんだけどなと思っていて、こちらからね、これが始まるんですよ、もうみんな用意どんですよっていうことによって、じゃあ自分もスタートから行ってみようかなっていうふうになると思うんですよね。それからまあリモートでやるっていうことなんで、まあはっきり言ってね、リモートライブっていうのは、なかなか時間合わせるのが難しかったりとか、やっぱりね40代50代ともなると、自分一人でもう一人暮らしをしているって方よりも、私みたいに家族と一緒にいる瞬間が多いんで、例えばこの時間に集まりましょうってもなかなかね、それが取れないっていうところもあるんで、まあでもね、あのアーカイブで見るっていうことも十分できると思いますんで、それもいいなと思いますしね。まあいろいろとこう夢が広がりますね。やっぱりなんかこうコミュニケーションしてアイデア出し合ってみると、そっちの方向にどんどん進んでいくもんだと思います。ですんでこのやり取りもね、やっぱり進めながら、私ものちょっとね写真を撮りに行く機会がまた増えてね、あの近くの神社お寺に行って、どういう背景で撮ったらそれっぽいかなとかね、もうなんかこう私自身もストーリーがどん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 頭の中にね駆け巡ってきて、もう始まってるような感じですよね。でこういったノリでどん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 巻き込んでいくというところで、まずはね私たちのちょっとこうそれなりのなりきり動画っていうのをたくさん作ることによって、でいろんなコースを作ることによってね、じゃあ新しい参加者さんはマックスボクシングが行きたいとか、新しい参加者さんは自分の登場シーンをちょっとね撮ってみたいとかね、なんかいろいろと考えられるんじゃないかなと思います。もちろんね、覆面レスラーみたいな方とかもあっていいと思いますし、あのタイガーマスクのお面を持ってる方はね、タイガーマスクとしてこのリファイトクラブの中で有名になってもらってもいいかなと思います。まあいろいろね、あの力道山のパクリとかっていうのも出てきてもいいと思いますしね。なんかそういった感じで、今まで生半可だったその知識とか経験をもう生半可の中のまあトップレベルになってもらいたいなってことですかね。じゃあこのオンラインジム、中年相手のオンラインジムで世界を取っていきましょうね。ボー君、いってらっしゃい。